昨年10月から試験的に実施されてきた不正な動画ページが2月12日木曜日大阪府ムービーニュースとして本格的に活動開始イベントやお知らせ今大阪府がどんなことをしているかわかりやすく府民の皆様にお伝えしますたくさんの情報を紹介していきますお楽しみに